酔をするっていうな、まあ、大きなテーマを持ってこの YouTube をさやってるわけじゃないですか。そんなこと言いながら、まあ、1個目の動画はダルゴナコーヒーっていう全然自炊じゃない動画なんですけど、まあ、自炊を上げていくよっていう、そう頑張ろうよ一人暮らしっていう生き方で生きてきたんですよ、この1ヶ月ぐらい。それなのにどうよ最近、もう食べるだけのもの、食べるだけでもう結局食べれんのに、アイス食べたりかりんとう食べたりハンバーガー食べたり、もうさすがにちょっとなんか お前自炊しろやっていう声が上がってきて、もうそろそろおかしくない状況には今いて、もう今断崖絶壁の状態で、もうあと1本もうあのいっぱい食べるよっていう動画出したらもう海に落とされるかもしれないという危険性が今最近出てきたんで、まあ今日は自炊の動画をやろうかなと思っています。久しぶりですね、久しぶりです、自分も久しぶりですよね。包丁とか使う久しぶり、自分もちょっとねもう覚えてるかな包丁の使い方とか。でもな聞いて、これはあのちょっとしたあの釈明、自炊の動画さめちゃくちゃ時間かかるんよ。もう下手すりゃ3時間ぐらい自分自炊しとん、なんでって感じない、自分でも一品作るのになんで3時間かかっとんって感じないけど、3時間かかるわけ。この気持ちは分かってほしい、なぜか分からんねんけど、まあ、そういうこともあり、あの食べるだけが多かったわけですよね最近。めんどくさい、めちゃくちゃお腹鳴った。あのねもういろいろ大変なのよね自炊の動画は。今回自炊するんですけど、まあ、今回作っていくのはですねホイコーローよ。知ってますかホイコーロー。知ってるでしょ。知らなきゃおかしいでしょって感じのねもう生き方でももう19年ぐらい生きてきたんですけど、あのホイコーローをね、まあ、作ります。でもちょっともう時間かかっちゃうから簡単に作りたいということで、クックドゥというあの多分簡単に作れるんだろうなっていうやつをお使いさせていただいてホイコーローを作っていきたいと思います。あれってさ簡単に作れるよってことなんよな、多分そういうことなんだよね。多分自分はそうだと思ってやるよ。じゃあ作っていきたいと思います。はい、いきたいと思います。はい、場面転換まで3、2、1。はい、それではですね今回買ってきたものを紹介していきたいと思います。ですね今回買ってきたものはですね 1,2,3,4 品でございます。4品でね結構なんかいい感じの個数ですね。はい、ということで紹介していきたいと思います。いつもおなじみキャベツさん、握りやすそうですね、お肉さん、そしてこちらが本日の主役なのではないでしょうか、ホイコーロークックルーさんでございます。クックルーさんいつもお座りになっております。3人前から4人前飲んだ。てかさキャベツさなんかこれ半額になってたの、半額になってたってことはさもうあの賞味期限やばいから早く食べてくださいねってことなんかな。もうこれ買ってからさ2日3日経ってんだけど大丈夫かな。これからまあお腹痛くなったらこいつのせいってことにしてあげるわ、しょうがないな。それでは早速ね作っていきたいと思います。もうねポン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 ねもうどんどんいかんとかんからどんどん長くなっていくからね作っていきましょうということで、ね、はい場面転換まで3、2、1どうぞ。それではこれ足立くんの野菜切っていく用のコーナー、もう7回目ぐらいじゃないこのコーナーやり始めて。なんかピーマンと長ネギも買わんとあかんかったらしいんやけど、ピーマンまず苦手で長ネギはちょっと1本買おうと思ったらもう次使う時が見えなかったので買いませんでした。で代わりにエリンギを買わせていただいて、エリンギはなんか実家でねこれ食べる時いつもエリンギ入ってたんだよね。だからエリンギを移させていただきます。これがね足立家ポイントなので、皆さん真似していただいてもらえたらとても足立ズマザーが喜ぶのではないかなと思っています。それではねあとこちらにね結構なんか良心的に書かれているのでこちらを見ながらやらせていただきたいと思います。とりあえずはキャベツ一口大のざく切りに。いやちょっとなキャベツなちょっとなんかな変色し始めたような、お腹痛くなりそうな予感はしている形でございまする。焼いたらねもう殺菌みたいなもんやから、まあ、大丈夫かなみたいな。レタスさ毎回洗ってなかったけどさ多分洗わんとあかんよな、洗ってこよう。それでは切っていきたいと思います。いきます、やります、やってやります。あーもう切れた、もう疲れた、もうキャベツ切れたぐらい疲れたわ。これをフライパンに入れていけばいいんや、フライパンに入れていくわ。なんか全部とりあえずまあ切ればいい感じになるよっていうテンションでこの料理はやっていくみたい。簡単だね。キノコってさ洗わんとあかんかな、一応洗うか、もう何でも洗っちゃおう。でもなんかなキノコはさ洗わんでもいいみたいな聞いたことある気がする。どっちなんやろ。でもキノコってなんか洗っとかんとさ気がもたんくない、なんか毒とか大丈夫かなとか思う。こんな風に入ってるっけ なんかこんな風に入ってる気がするんや。エリンギってさいつなどういう風に切るんあれ、永遠の謎やわこれ。輪切りでいいん。なんかこの形見たことある自分。怖い怖い怖い。
怖いよな、こうこれ切るときは怖い。こうさ、この不安定な、あ、こっちから切ればいい、頭いいんかな自分って。あ、こっちちょっと大きいね。エリンギの切り方だけはちょっと教えてほしいわ。切り方わからん、どれが正解なんかがわからん。だってこんなんよ、こんなんなん、エリンギって食べるとき。これも入れますね。え、待って、なんか分けてやるって書いてなかったっけ。火が通りにくいやつを先に焼くんやろ。多分キノコも通りにくいと予想して、キノコとキャベツを先に炒めますね。考えてはるな、これ考えた人。そうやってさ、火の通りにくいものは先に入れて、火の通りやすいものは後に入れる、そういうのも考えるっていうのが仕事なんかな。じゃあちょっと豚肉を切っときます。5センチの長さに切るやって任せて。そういうさ、なんか目分量の5センチとか得意やから自分。オッケー、一応切ったので焼いていきたいと思います。まあ一番ね、焼いていくっていうのがね、一番大事なステップであって、まあこれを間違えてくると、もう全てが台無し、もうこの切ったっていうもうところも全てが台無しになっていくっていう、もう本当に大事な作業となっていますので、これからは本当に真剣に頑張っていきたいと思います。はい、それでは場面転換、3、2、1。ちょっと久しぶりなんじゃない、この場面見せるの。久しぶりやで、これなんか半量ずつ焼くらしい。面倒、なんなんそれ。シャキッとできますよって書いてあったわ。足立のここを押さえればもう合格するよポイント1、いつも油を入れるのを忘れます。そして大さじ1杯がいつもわからないので、いつもみんなに、いやお前それ大さじ1杯じゃねえよって言われます。いや許せよ、焼くで。え、何分焼くとか確率ないんですか。それさ、ちょっとどうなんですか。いいやん、いい音しとるやん、いいやん。どれくらい焼けばいいんかわからんけど、これくらいでいいか。半量をさ入れたいんやけどさ、こっちも出さんとあかんやん。そういうさ、あの半量入れて半量取るみたいな、そんな高騰テクニックできんないけど自分には。こっちに入れてこっちを投げるっていう、そういうね、自分は高度なテクニックをね用意してますよ。で、油入れるんな、また油入れる苦手ないんよ自分。はい、多い。あ、すごい飛んじゃった。これはなんか危ない感じのやつかな。危ない感じのやつだとしたら拭いとくよ、狙いからね、そこはね、さすがにね。待って、マジでさ、自分さ料理うまくなってんじゃない。さすがにさ、もうここまで来たら料理できますって言ってもいいぐらいのレベルまで来たらな。次はお肉を入れます。お肉、はい。あ、ごめん。肉に火が通ったな。え、これ通ったかな。うん、どうかな、通ってるかな。うん、どうかな。え、通ってるんじゃない。あ、そうかな、やっぱり通ってるかな。で、通ってるっていう結果が出たら、クックドゥを入れ、再び火をつけ、中火で豚肉と長ネギ。うわ、汚な、何これ、うんちやん。うんちやないっすか。え、いつもより黒いうんち出てちょっと不安になるんやけど、って時のうんちじゃないっすか。最悪、下に垂れたもん。再び火をつけ、中火で絡ませるんやって。はい、オッケー、バブリー、おったまげ。これはもうできたやろ、もう。さすがに美味しそうすぎる。いいやん、いいやん、これいいやん、めちゃくちゃいいやん、いいやん、いいやん、いいやん。え、めっちゃ美味しそうじゃない。どうもどうも、めっちゃ美味しそうじゃない。美味しそうやんな。もう食べようぜ、普通に。ちょっと見てよ、こんなん、だって、お、え、こんなん美味しいに決まってるよ。さすがに美味しい。これ美味しくなかったらちょっと訴えるもん。訴えるって自分、これが美味しくなかったら。さすがに食べます。おいしい、おいしい。普通に美味しすぎてびっくりしたんやけど今自分。びっくりしたかしてないかで言うと、びっくりしました。美味しすぎて。え、これって美味しいって感情だっけって今なっちゃいましたね、ちょっと。おいやん。てかこれ4人前らしいわ。4人前らしい。ってことは自分でこれ大食いなのかな、もしかして。大食いだとしたらさ、絶対食べきれる自信ある。え、今回はこれ文字取って少ないし、ちょっと。4人前にしたらちょっと少ないかなって思うレベルなんで、結構食べると思います。マジで美味しい。マジ味わえるわー、すごく。たかー。多分さ、こう自炊と言えるか言えないかで言ったらさ、まだ言えるやん、まだ言えるけどさ、 YouTube 映えはしないです。でも普通にさ、自分多分1位ほうれん草、2位餃子、3位ホイコーロー並みにこれ好きなんよ。だからいいじゃん、許しても今回は。だってこの2日間頑張ったじゃん、いっぱい食べて。ご褒美よ、ご褒美。今日は自分自身へのご褒美動画。今回めっちゃ健康的よ。野菜も取って、お肉も取って、キノコも取ってる。まあそれしか入ってないんですけど、具が少なすぎるな。
さすがにホイコーローは飯テロすぎる。てか普通にえのき美味しいからえのき入れたらね美味しいと思う。普通に自分さ料理うまくなってね、普通にマジで。だって今日さめちゃくちゃいい感じなんだけど、なんか明日悪いことでも起きるかな、もしかして。美味しかった。食べきったよ。普通にさまださ10分しか経ってないんだけど食べ始めて、ってことはさ自分これ10分間休憩で食べれるってことな。ちょっと中学高校のみんな10分間休みにホイコーロー食べれる。いやーやばいやばいやばい。今回さ結構なんか真剣にマジで美味しく作ってやろうと思ってさ、あんまりなんか話してなかったけど大丈夫かな。自分ちょっと雑談系撮ってる身としてはさちょっと大丈夫かなっていう感じで今生きてるんだけど、大丈夫だと思う？大丈夫か。うん、じゃあいっか。多分ねもう次からは自炊しません。ちょっと今言うのは語弊があるね。次自炊はちょっと本当に気が向いたら自炊しますって感じのテンションで生きていくので、ちょっと食べるだけの動画がいいなって感じですね。最近はちょっとやっぱ足立サイドもちょっとやっぱ忙しくて、自炊の動画はあげたい、本当はあげたいよ。本当はあげたいんだけど、ちょっとあげれないっていう状況下に今いるので、わかる、この神妙な面持ちで。わかるでしょ、さすがにちょっと時間がないんだよねっていう、この神妙な面持ち。私くんかわいそうかわいそうって今思ってくれたら嬉しいです。あさっては、ミスタードーナツ大食いしてみたでお会いしましょう。お疲れ様でした。ということで、なんかちょっと最近自炊動画になったら手抜いてるんじゃね。ちょっと自炊やる気あんのお前。自炊やらないんだったら普通にもうなんかあれだぞって思った人は、こういうやらじゃあ、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 さっさん。